えー、今日から都内の大規模接種会場で始まったオミクロン株対応のワクチン接種これについてここから、えー、社会部厚労省担当松本記者に解説をしてもらいます、えー、松本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず松本さんちょっとまあ改めてになりますこのワクチン接種対象というのはどういう人たちが接種対象になってるんでしょうか はいえー、とこのオミクロン株に対応したワクチンですけれども、えー、対象は2回目までの接種を終えた、えー、12歳以上の希望する人全員になっています。でえー、とただ、ですね前回の接種からは5か月間間隔を、えー、空けないといけないことになっています今回、東京都はまず、えー、高齢者など、えー、エッセンシャルワーカーも含めた高齢者など、 から始めるっていうことになったわけですね,そうですねあの自治体の判断で、えー、ここは運用をうまくやってくださいということになってるんですけども、えっと、一番初めは4回目接種を終えてない方で、えー、その後はエッセンシャルワーカーであったりとか その後順次、拡大していって12歳以上の希望する人全員に広げていくっていうのが12月あごめんなさい10月の半ばまでにここの範囲を拡大していくというのが今決ままっていますなるほどこれね松本さんその、まあ、政府も含めですけども、えー、政府ともそうですかねあの今回のこのオミクロンのワクチンっていうのはど,どうなんでしょう。 打って欲しいんですかちょっと変な言い方ですけど、その接種率というのは、そうですね、あの一番はあの次に来る波に向けて、えー、早めに接種をしていただいて、えー、次の波をなるべく抑えたいというのが一つあります。 でえっとまあ、これからの季節でいうと、えー、のこれまでもです、ね、年末年始にかけて、えー、一つ大きな波が立ち上がるというのがありましたので、えー、政府としても、えーと、1日100万回を超える接種っていうのを目指して、えー、年末までにはです、ね、年内には、えー、と希望する人全員が打ち終わるような体制を整備したいと考えています。今視聴者のの皆さんからのコメントで、えーうん 歌へんでっていう,うなコメントが来てたりするんですけどあの実際、えー、3回目とか4回目とかねこう、えー、ワクチンの接種を行われてますけどもこのオミクロン対応のワクチンではなくて今までのそのいわゆる3回目の接種とかっていうのでいうと接種率っていうのはだいたいどれくらいでしたっけ50パ60パーぐらいでしたっけ3回目が今、だいいいたぐらいですかねここからさらに上げたいんですかね。 3回目に関していうと多分あの、これ以上上げていかないと4回目の接種に、えー、いかないとどうしてもやっぱり今どんどん効果が、えー、持続するのが短くなっているのでやはりそこ,こ底上げしていかないとというのはあの政府としても思いは持っているようです。なるほどあとはどうしててもも、えー、年年代代別で見ても、えー、と3回目接種率多分がが下がって ていくごとに、あの接種率っていうのはどうしても下がっているので。うん、あ、今出ましたね。はい、どうしても年代が若い世代に、なりにつれて。接種率っていうのは低くなっているので。ここはやっぱり下から上げていきたいっていうのは思いとしてあるみたいですね。あ,あの、私三十代ですから、五十五点三パーセント。 松本さんもも代代ででです、ね、私も代ですすかそうね私なんとなく私たちも確かにこう、ね、周りの感覚的に見てもまあこれぐらいの割合かなというのは実感するところではあるんですけど、ど、あのー、これ本当になんてううんでしょう正直、今生活をしていてワクチンを打つ必要性っていうのをみんなどれくらい感じているのかっていう部分だと思うんですよね。 あのー、私は仕事でじゃあ海外に行きますその時にワクチンが接種しているその証明がないといけないんですっていうふうに必要に迫られたら打とうかなっていうことはあると思うんですけど日常生活の中でワクチンをじゃあ打ちましょうっていうふうに、えー、積極的に考える人がどれくらいいるのかっていうとなかなかちょっとこう数としてはこれ以上上がりづらいのかなという実感はあるんですけどこれ、松本さんあの、まあ、改めてになりますけどその政府含めて なんでこのオミクロン対応のワクチンというのを打たなきゃいけないい、まあ、いけないというかあの打ってほしいという方向になってるんですかねあの一つはやっぱり従来のワクチンが今のオミクロン株に対してなかなか効果が、えー、長続きしない、えー、あるいは、えー、とその発症とかですねあ感染を防ぐ効果それから感染しても、えー、と例えば症状が出るような発症予防効果。 この辺がやっぱり、えー、とどんどん持続が短くなっていったり効果が少なくなってきているというのが一つあります。なので、えー、とやっぱりオミクロン株の成分が入った今回オミクロン株対応ワクチンというのを打つことによって今流行っているオミクロン株に対してもある程度、えー この効果を少しでも伸ばしたいっていうのが、えー、一つ打ってほしいって訴える一つの要因ではあります。で、それからあの今おっしゃったようにえっと若い世代がやっぱりこうあのなかなか打つ気にならないんじゃないかというところの話としては、あのやはりそう政府としてはそこの世代に一番打ってほしいわけです。それは何でかっていうとえっとやはりこの感染の波の立ち上がりっていうのはこれまでも若い世代から始まって。 例えば家庭内に移っていったりとかあるいは高齢者に移っていったりとかっていうのでどうしてもやっぱり起点は若い世代からこう波が立ち上がるっていうことがこれからでも傾向としてあったのでまずはそこを防ぐことによって高齢者であったり重症化リスクがある人そっちへの、えー、いわゆる感染を防ぎたいで、えー、なるべくこの波を最小限に抑えたいっていうのが、えー、思いとしてあるようです。なるほど これねだからその辺りの本当にこう、まあ、私たちも含めてですけどねメッセージの伝え方っていう部分ってすごく難しいなと思うのがあのそうやって若い人たちから波がね起こっていくっていうところは確かにそううだなと思うんですよね動きがありますからね当然ね、ね日常生活の中でただ一方でじゃあこのオミクロンワクチン誰から打ちますかっていうと最初の対象にはその若い人たちは入らないわけですよね。 だからそうするとなんとなくの感覚としてついついあの、まあでも僕らは打たなくても大丈夫なんでしょっていう風なムードが出来上がってしまうような気もしていてうんだからもちろん、ね、そのリスクが高い人から打たなきゃいけないっていう部分もあるのでその辺りの、ね、メッセージをどう伝えていくのかっていうのは非常に難しい部分があるなという風には思うんですがあの松本さん、今視聴者の皆さんからのコメントで,です、ねえー、副,副反応 副反応がきつかったっていうふうなコメント、もう副反応、嫌だよっていうふうなコメントが結構来てるんですけど、このオミクロン対応ワクチンというのは副反応については、何か話というのは出てますかそうですねあの、副反応に関していうとあの、これまでのワクチンと,、えー、と変わらないような結果が出ています。ですので、あのまあ、打った後、えー、接種部位の腫れであったりとか、痛みであったりとか、あとは、まあ、ちょっとだるいな。 という倦怠感みたいな頭痛、筋肉痛とか発熱とかですかねあのこれまでと同じような副反応があると、えー、言われていますでその頻度とかに関して言うと、うん、あのそこまであのこれまでと大きく変わるものではないというふうに報告されていますなるほど、はい、まあこればっかりはねなかなか確かにという部分はあるんですが、えー、とあと松本さんこののオミククロンン対応のワクチンですけど オミクロン株の中でも、ね、当然、いろんな移り変わりもあって夏ごろの流行主流というのは BA.5 というふうな言われ方をしてましたけれども今回のは BA.5 対応ということではないんですかそうですね、今回のは、えー、と従来株、今までの、えー、と株とそれから、うん、BA.1 ですね、うん、オミクロン株の BA.1 の2つの成分を含んだ二価、えー、ワクチンと。 いうものになってます。で、えっ、ー、とこれはあの一番初めにあの国内に供給されてくるものが一番早いものを、えー、まずは打っていこうというので、えー、このワクチンを取った形になります。うんうんうん。あのその B A one まあ二回ワクチン従来のものと B A o n っていう風うなところであっても B A five にもまあある程度は効きますよっていう風うな感覚でいいんですか？そうですね。あのこの二回ワクチンえっ、ー、と オミクロン株の成分、BA.1 の成分を含んでいるワクチンなんですけれども、えーと、オミクロン株のアケート、いわゆるオミクロン株の他の種類に対しても、一定の効果はあるとされています。ですので、えーまあ、BA.5 に対してもあの効果があるとあの言われています。ななるほどなるほほどど えー、あとはですね視聴者の皆さんから5回目は今後ありますかっていう,ふうなコメントだったり、えー、人類とウイルスの果てしなき戦いっていう,ふうなコメントも来ているんですがこれ、松本さんどううなんでしょう、まあ、今回のこのオミクロン株対応のワクチンもありますけどこの先もやっぱり定期的にワクチン接種っていうことになっていくんですかそうですねあのアメリカとかだとあのもうすでに発言が出てるんですけどが、まあ、インフルエンザのようにですね あの流行の波に備えて、えー、と年に1回とか、えー、ワクチンを打っていくようになるんじゃないかと言われています、うん、であの実際にまあ多分それがビズコロナコロナの今回の出口戦略の一つだとは思うんですけども国内ではですねまだそこまでの議論には達してなくてあのやはりそこはどうしてもインフルエンザと比べてもあのコロナというのは致死率が高かったりですね あの感染者が増え方が多いっていうのがやっぱりあるのであのまだそこの議論っていうのは国内に関してはちょっと慎重かなという感じは受けますあなるほど、まあ、だからこの先、ね、その辺りがどうなっていくのか当然、ただここまでの流れを見てますとね、えー、コロナもどんどん変異していくわけですからそれに対応してっていう形になっていくのかただ、そうなると松野さんまたねますます、こう、えー、じゃあまた打つのまた打つの。 もういいよ、今回はっていう風になっちゃいそうですよね、なんとなくねそうですね、ただ、どうしてもやっぱり効果が長続きしないっていうのが一つあるので、うん、あのそこをどう考えるかですね、うん、副反応を、えー、取って、あのその分、効果が持続,持続することを考えるか、それともある程度、感染。 してもあの副反応を避けられればいいやと考えるか、ですねそこは結構難しい部分であると思いますけれども、うどうしてもただ、他の人に移さないとか、はい、あるいはあの自分がかかっても重症化しない、そのためにはやっぱり、あの一つ有効なワクチンは手だてではあるのは確かだと思います。うんうんうん、そうなんですよねですから、改めてですけど、ワクチンがその重症化っていうのを防ぐで。で 発症しないっていうねそのかかったとしても発症症状が出ない出にくいっていうところに対してもある程度の効果があるっていうところを考えるとっていう意味であの実際ね、ね実は私の両親もあの先日コロナ陽性になりましてねあの2人とももう70を超えてるのであのその状況の中でっていう意味で言えばワクチンを打ってたんですよね4回目の接種を終えていてで結果的に重症化せずに。 あの熱は37度ぐらいっていう風な話をしてましたけどそう考えるとやっぱりね僕ら家族にしてみるとああじゃあ売っといてよかったよねっていう風になるのも間違いないんですけど一方でじゃあね日常生活の中でまあ今だったら僕らの世代だとかかっても重症化しないよねっていう風な空気感もある中ですからねうんどこまでどうかというところかなという気がしますけども。 まあ実際、どうなんでしょう松本さんその改めてになりますがじゃあ政府にしても都にしてもねこう打ってほしいっていう中でえ接種率を上げるまあ有効な手立てっていうのはなかなか難しいですかね。 そうですねそれはもう今までも多分何回も多分議論されてきているようなことだと思うんですけども、やっぱりそこはあのワクチン自体はあの強制的に受けてもらうようなものではないので、あのそこはどうしてもあの政府としては、打てる場所はたくさん用意しますよ、あの物も用意しますよ、あとはでもやっぱり皆さんあの、どうするかは自己判断です。ただあの 丁寧に説明しててていいく必要あると思っ個人的にですけども、やっぱりこの BA.1 対応ワクチンが入ってきた、じゃあ今までのワクチンとどれぐらい違って、どれぐらい効果があるのかっていうのは、しっかりやっぱ政府として発信していくべきだと思うんですよね。それがやっぱりこれまでのワクチンと比べてあの、オミクロン株対応したワクチンはこれぐらい効果があるから、じゃあ打とうって思ってもらえる人をどれだけ作れるかっていうのは重要なことなのかなと思います。なるほど えー、皆さんからのコメントでは、えー、もうインフルエンザと同じだろうというふうなコメントもありましたね、えー、もうちょっと副反応をマイルドにしてほしいというふうなコメントありました、えー、あと、その、ま、じゃあこれまでねあの打っていたワクチンも当然あるかとは思うんですけど、松本さん、これその今回新しいワクチンが出てきた、今までのワクチンってじゃあど,うどうなるんですか あのまさにあの今回のオミクロン株対応ワクチンというのは国内では、えっと、2回目までの接種を終えた方しか打てないので、えっとまあ、例えばですけど今まで1回もワクチン打ってないよっていう方がいきなりこのオミクロン株対応ワクチンを打とうと思うと打てないわけですよね。ですので、えっと、現状は今、従来のワクチンというのがあの各、えー、自治体さんとか含めて、まあ、クリニックとかにもですねまだ在庫はある状態なので。 えとそこからまずは使っていってもらうということになるんですけど正直、ここから先は分からなくてですねメーカーさんがもしかしたらあのモデルナとかファイザーがですねあのこの従来のワクチンはもう作りませんってなったときにじゃあ日本はどうしていくのか海外ではあのこの BA.1 とかの対応のオミクロン対応ワクチンを初回接種でも使える国があるようにごめんなさい、ちょっと記憶してるんですけども。 その辺の知見がうまくたまってくればデータがたまってくれば国内でも初回接種とかでも使えるようになってくるのではないかと思っていますななるほどなるほほどどやーですから松本さん、本当にこうあの改めてになりますがワクチンを接種するとこういうところで、まあ、メリットがあるというかねその重症化予防だったり発症予防のところもそうですこういうところでこういういいことがある、まあ、だからこのオミクロン対応を打つっていうのも 大事なことですよっていうふうに政府はおそらく発信をしていく形にはなるとは思うんですけどいやーなかなかそれを伝えきるためにはもう本当に丁寧に丁寧にっていうことしかないんですかねなかなかねそう思いますねいやー難しい部分だなというふうには思います、えー、ここまで、えー、社会部松本記者に解説をしてもらいました松本さんありがとうございましたありがとうございました